あとの前半の追加解説なんですけどもやっぱあのブライトがです、ね、未来に弱音を吐けるようになったつまりあ,のあそこで,です、ね、みんなの心の分析みんなはアムロがいなかった時に自分でもびっくりするぐらい不,満不安になったから帰ってきたアムロに対して素直に喜ぶことができない許すことができずに逆に許せないって気持ちになっているっていう、まあ、すごいですね 人間観察としてる分析をするんですけども、それを未来に対して弱音として言えるようになってるんですね。あの、すごい不安になった。あれは一体何なんだっていうふうに未来に言うんですけど、こういう。 徐々に徐々に他人に対して不安が言えるようになっているところがですね、ブライトの成長だと思います。ブライト最初はですね、その指揮官というのはこうでなければっていう、だってもう,のもう軍人が自分とですね、留保生しかいなくてです、ね、他全部素人なんだから、軍人っていうのはこういうもんだというふうにはっきり見せなきゃいけないわけですね。で、えー、軍旗っていうのも、軍のルールとルールは必ず守る、上官の命令は復唱する、で、えー、復唱して必ず守るっていうのも、軍隊の に士官学校から入ってるブライトにしてみれば当たり前のことなんですけれどもその他の子どもたちはそういうの知らないわけですから自分が人一倍そのなんだろうな立派なあらちょっとすいません <laughs> 今ねあのチャイムが鳴ってしまいましたまあまあ処理してますから気にせずにこのまま続けます、えー、自分がですねあの人一倍立派な司令官指揮官にならないとですねあのだめだというふうについついあの思っちゃうわけですね。えー、ところがですねその 立派な指揮官というのは、この世の中には存在しないんですよね。立派な指揮官っていうのが存在しなくて、そのパーソナライズされたって言うんですかね。つまり館長っていうのは望ましい。官庁というのはこんなもんだっていう像ではなくて、自分が館長になるとしたら、こんな館長だろうな。これがその自分らしいパーソナライズされた。 その指揮官像なんですよ。で、も、ブライトはまだですね、そこに至ってないんですよね。ブライトはまだまだその理想のその指揮官っていうのかな、理想の官長みたいなものがあって、自分はそれを演じなければいけない、なりきらなければいけないというふうに思っているのでですね、なかなかなんかそこら辺ですね、割り切れなかったんですね。えー、まああの多分ね。 ブライトが自分らしい指揮官になれたのはです、ね、あのジャブロー行った辺たりぐらいからですかジャブローでそのホワイトベースは、まあ、以後こういうふうに独立して動いてくれっていう時にそれはつまりおとりということですかっていうふうに言い返せた辺たりですかあの言い返せた辺たりがブライトのですね、えー、自分らしい指揮官だと思います。そそこは、たね、それまでのブライトだったら、 ちゃんとした軍人ちゃんとした艦長だったらそういうことを言わなかったんですけどもその辺がですねなんかブライトの,です、ね、あの成長だと思います変なもんですよねあのちゃんとした指揮官にならない方が成長につながるっていうのがですねなんかあのまあまあ面白いもんです軍っていうか多分組織は末端に行けば行くほど自分を殺している方が成長につながるんですよねでも、組織の上に行行けば行くほど、 その模範像ではなくてそれを崩す方がこう成長につながるとなんか武道の達人の話とかですねそういうのを聞いてるみたいです武道にしても何にしても多分あの日本舞踊のやつとかにしても日本舞踊でもですねその上手くなる秘訣っていうのは自分を殺して殺して殺しまくってそして徹底的に古典の動き師匠の動きをたどることだとでなんでこれが上手いことにつながるんだもっと自分らしさを出すことじゃねえかというふうに若い頃は思うんだけども ところがそれが段位が上に上がってくるとあの徹底的に基礎の決まりきった動きを叩き込まれたからこそ今のこの表現力があるんだと分かってくるでですねまあ,あの落語家にしても何しても同じですよね。とりあえずあの なんだろうな、二つ目あたりから個性出るようなやつは上手くならないみたいなもんでですね <laughs>、ここら辺がですね、あの、芸能の世界にしてもですね、軍事の世界にしても共通してるですね、ところで面白いなというふうに思います。えー、後半も引き続きですね、死とホワイトベースについて解説していきます。えー、脱走したハヤトたちにようやっとですね、追いついた竜はどうにかして彼らを説得しようとするんですけど、やっぱね、いきなり殴るというんではなくて、<laughs> 一応説得はするんですよね。ここで注目してほしいのはですね、あの、ハヤトとカイの 感情的に怒ったり死ねたりする態度を見せるま斐に対して隼人はですねちょっと違うだからこそだからこそ龍も困っちゃうつまり甲は最終的に説得されて帰るつもりだからですね感情をなんかちょっとストレスをぶつけさせてもらったっていうの分かってるから納めどころを探してるんですけども隼人はですねそうではなくてもっと本質的な もうこんなのやってられないと思っているので,ですね、リュウも困っちゃうわけですね。そして、えー、計画を練ってですね、ついにゲリラ作戦をです、ね、展開するランバラルですね。えー、幸いにしてですね、 すぐにホワイトベースの位置を特定することができるんですけども、ここにもちょっとした運命のいたずらがあります。ここから先、有料の放送になります。続きが見たい方はですね、あのまあ、岡田斗司夫アーカイブで後で見ていただくかですね、YouTube のメンバーシップ、あ、違う、岡田斗司夫アーカイブだったらもう、ね、すぐに見れるんだ、ね、<laughs> あの YouTube のメンバーシップかドアオンゴのブロマガチャンネルですね、お好きなものをです、ね、選んで入ってみてください。ぜひ入会お願いします、えー。後半が終わった後でもです、ね、生放送でちょっとあの追加の解説します。それでは後半スタートです。